今日は中学1年生の課題の、個性の尊重解除体、ポイント説明の方していきたいと思います。はいね、ついこの間まで小学6年生の小学生だった、ね、生徒さんが中学生になって、自営業祭とかね、チャレンジするということで、ね、なんかいきなり中学生になったというだけでなんだかね、漢字も多くなって難しい感じが難しくなったなっていう感じがするかもしれませんが、ね、頑張って書きましょう。で漢字が、4つ、仮名が1つのが真ん中ですね。でこれは、そうですね、個性の尊重の場合は、最初に 1,2,3,4,5 等分に折るっていうのももちろんご自身がどこにどの字を入れようかなっていう目安として、入れるために軽く5等分に折るのはいいかなと思います。あとこうちょっとこれ半分に折ってみますね。で半分に折った時ここですね、今半分がってことは下半分にところに尊重で、上半分のところに個性の、まあ、のは、半分のところからちょっと飛び出てはいるんですけども、ここですね、ここがちょうどこの紙のちょうど半分のところなんですが、この通り、この紙の通りに個性ののがちょうどここにど真ん中に来て尊重って書いてしまうと、多分思うという字がちょっと入らなくなる可能性がかなり高いですね。なので、このぐらいの大きさでこのぐらいの、墨の量でこのぐらいで書くとするならば、のという字はこの紙の半分のところからちょっとは飛び出てますが、この位置ぐらいに来るとちょうど、この大きさで書く場合ですね、ちょうどいいバランスで書けて、でこの上の空き具合と下の空き具合、そんなにさほど差はないですが、上よりはちょっとだけ、ほんの気持ちですが、広く空いてるというのと、離れてみた時にそんなにこう下にずしんと重たい字に作品には見えないということで OK で、このまま進めさせていこういただこうかなと思っています。ね、なかなかあれですね。でここからいきますね。でこれはこの部分、国っていう字、何々の世界の国とかね、そういった課題もよく小学校の時に書き初めとかであったと思うんですが、国という字みたいにこういうね構え、これなかなかね難しいですね。この中に、この場合は古いという字を入れるわけなんですが、大変ですが筆の先を上手に使いながら書きましょう。で人偏、これ人偏入れる位置は、このギリギリのところから、ちょっと下ぐらい、かなり上の方から入れてもいいのではないかなというふうに思います。下の方から入れてしまうと、この人偏に対してこの右側というのが人偏よりも背の低いですよね、位置的に低くなるので、この位置が低くなるということはここも低くなるということなので、ちょっと全体的にちょっとずつちょっとずつ下に下がってしまうということも起きてしまいます。なので、この部分はここよりも低いのでここが空きますので、そんなにギュギュッとこう苦しい息苦しい字には見えないと思うので、いいと思います。人偏の入れる位置は比較的、結構上の方から入れてもいいかなと思います。でこの縦ですね、これまっすぐ引きましょう。ここもまっすぐで、点接もしっかりまっすぐ下ろします、ね、ちょっと長めに書いてあげましょうか。で人偏よりもこちらは、ここ出ない方がいいですね。この高さ、ギリギリ同じぐらいで終わるか、でもこの人偏の終わる位置よりもここが下に下がらない方が、バランスとしてはいいかなと思います。子という字のバランスとしてはいいかなと思います。ここよりもちょっと上がるか、だいたいギリギリ同じぐらいでもいいかなというふうに思います。なので、ここが大事ということですね。人偏書いてこれによってこの次が全部決まってきますので、この長さですね、が、ここよりもちょっと気持ち上ぐらいで終わらせてあげるような気持ちで書いてあげれば、ここが決まれば、ここは筆の先を、ね、上手に使って、ちょっとね滲んでしまいました、すいません、上手に使って、古いという字を書きます。でこう来ますね。でこの横線最後書いた時はこことここがちょっと出るようにしてあげましょう、ね、なかなかね ここまではうまくいったけど、ここでちょっと大きくなりすぎてしまって、この線とこの辺が
この線とこの線がすごく近すぎてしまうということも起きたりするのでね、この辺ちょっと頑張って、ね、筆の先を上手に使いながら書いてあげましょう。でこの入れる位置を、まあ、こう来たらこの入れる位置をあまりど真ん中ではなくちょっと上の方から、入れてあげれば、ちょっと上の方で収まるので、これもいい感じで入るかなと思います。まずはねちょっと書いてみてください。で一発目でうまくいく方もねたくさんいらっしゃるんでしょうし、ね、バランスよくぜひ書いてあげてください。はい、次線ですね。でこう点、大きな点が来て、この点はこれよりちょっと上に書きます。で押さえてこれまっすぐ引きます。でこの線はこっちの点と、少し重なり合っても OK です。まっすぐまっすぐ引いてあげましょう。で、この位置とこの位置違いますね。ということはこの右側の正という字はこの高さとこの位置とこの位置が違いますよね。こっちの方が高いので、こう来たらあまり上の方からこう払わずに、ちょっと下ぐらいからこれにぶつからないようにうまい具合に入れてあげましょう。で横が来てポンとこれ高いところ、これはここと揃ってもいいですね。高いところからまっすぐ下ろします。で横に横っときますね。で皆さん大丈夫だと思いますが、こう来てこう来て、この線もはもちろんね、縦角すごく目立つのでまっすぐと引いてあげましょう。まっすぐと引きますが、これ、ここと同じぐらいのところまで、線を引っ張ってしまうと、こうですね、こう来てこの辺ぐらいまで引っ張ってしまうと、ここのを隠そう、ここをか下にポコンと出したくないので、ね、隠そうということで、この位置よりももうちょっと下に来ちゃうと思うんですね。そうするとこちらとのバランス、こちらが、正という字が下に下がりすぎてしまって、こちらとこう、アンバランスになってしまうという字がことが起きますので、こうしたらこれこの線あんまり、途中であんまり短すぎても、ここがこの感覚的にね、いい感覚で開かなくなってしまうんですが、これあんまり思い切って長くならないようにちょっと気をつけてあげましょう。よく生徒さんで、いい感じで描けたんだけど、これがぐっと長すぎてしまって、これを隠すためにこう来て、筆使い自体はとってもいいんだけど、ちょっとこっちの部首に比べて右側の生徒字がちょっと下に下がってしまって、こう見た時にちょっとアンバランスになってしまうという方もいらっしゃったので、この縦の長さもちょっと気をつけて描いてあげましょう、ね、ここの間隔同じぐらいになるようにしましょうね。でしっかりと最後押さえてあげましょう。はい、でのは、漢字よりも、ちょっと小さめに、ね、決めてあげましょう。押さえて少しカーブですね、カーブがきます。でちょっとだけ上げます。この時ちょっとだけまっすぐ斜めに上げるのではなく、こう来たのがちょっとこういった感じ、ちょっとこういった感じですね。あんまりやりすぎないでくださいね。軽くちょっとえぐったような感じで持ってってあげると、ちょっと素敵なのができますね。で、ここからぐるぐるぐるっと上がってって、ここの辺、目標がしっかり残った状態で、ゆっくり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 丁寧にさーっと払っていってあげましょう。素敵なのを書いてあげましょう。ね、作品というのは、ど真ん中にまずポンと目が行きますので、ここちょっと目立つので、の素敵にパーンとね、書いてあげたいですね。ぜひ素敵なのを書いてあげてください。はい、次損ですね。これを書いていて思ったのが、この大きさでこう来たとして、でこれ、損帳を入れる、損帳というのをこの中に入れるのに墨をたっぷりつけて書く場合、しっかり入るかなっていう心配も起きてくると思うんですが、それをちょっと気にしすぎてしまって、ちょっと小さめを意識してしまうと、こういうことが起きる時もありますね。これがこう来て、この線がこれよりも短くなってしまうということも、ちょっと気にしすぎてしまうと、しっかり入れたい、10という字もしっかり入れたいということで、入るかなどうかなっていうことをいろいろ考えて書いてしまって、慎重になりすぎてしまって、これがちょっと短くなってしまうということも起きます。でこれ、この横、これとこれだと、これがぐっと長いので、これで締めてあげたいんですが、これ、こう来て、この線がもっと短くなるということは、この部分ももうちょっと小さくなるということですね。で、こう書いていって、この長さが、このぐらいで書いたとしましょう。こう書けたとすると、この上の部分が、
まあ、この大きさだと字のバランスとしては悪くないんですが、まあ、これがこのままで、この幅がもっと狭くなってしまいますね。ということはここがすっきりとして下がまあドンと書けるということになると、ここが空きすぎになってしまうということになります。じゃちょっとイメージになってしまいますが、イメージされてみると、上からこう正というふうにこういうふうに来ましたっていうのがちょっと小さめに来て、損が来た時に、まあ、このぐらいの大きさに書けるとなんとなくまあバランス的にそんなに悪くはないと思うんですが、もっと良くなるとは書き込んでいけばもっともっといくらでも良くなると思うので、ぜひ皆さんもっと素敵に書いてくださいね。で、まあ、これよりもこの幅が小さく狭くなると、上からのバランスとしてここがちょっと弱々しい字に見えてしまう、ちょっとね小さくなってしまってバランス的にですねってなるので、まあ、脳を小さく書いたら、この長さ結構大事かなっていうふうに思ったりしました。これに合わせてここも入れていきますね。だいたい同じ幅になってますので決まってくると思うので、この長さちょっと気をつけてあげてください。短くなると、損という字が小さくなってしまうということですね。まあ、でもそれで上からのバランスがそれで良ければ、全体、まあ、それでいいということは、個性という字ももう少し小さくなっていると思うので、それで全体のバランスがいいのであれば OK ですが、こういうふうにこのぐらいで書かれた場合だと、この線があまりこれよりも短くなるとちょっとバランス悪くなるよっていうふうにちょっと認識しておいていただけたら ありがたいなと思います。でこのぐらいでちょうど良かったかなっていうふうに思います。でこう来て横が来て、これはしっかりとね決めてあげたいですね。押さえてゆっくり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 引っ張っていってあげて、ここ止めもしっかりと止めてあげましょう。楷書ですからね。でこう来て跳ねて点で、こういった跳ねは英字八方の、書き方の方でたくさんね練習もされてきてると思います。でもしちょっとねあれどうだっけなとか、どうやって筆使うとうまくいくんだっけな、すっきり書けるのかなってちょっと思われた方は、下の方リンクの方に英字八方の書き方というのをリンク貼っておきますので、ここの筆使いどういう風に筆を動かして使ってあげるとうまくいくよっていう風にことが説明してありますので、ちょっと覗いてみてください。はい、ね、これね、これなんとか入れたいですね。なんとか入りましたね。で、これこう来て、これもしっかりと。で、これ、思うという字は、たくさん横画がありますが、これが一番長いです。ですね。こう来て、ぐーっと長くしてあげましょう。で、これですね、こう来ます。で、この時、こことここが少し出ますね。こう来て、まっすぐ立て。で、縦画目立ちます。ね、ちょっとぐらついてしまったり、ちょっと曲がってしまうと、作品書きました、で離れてみました、目立っちゃうんですね。どういうわけかね、そこだけが。ということは他のところの縦画がしっかりとまっすぐと書けてるということですね。どこか一つが、ちょっと曲がったりちょっとぶれるだけでね、もったいない作品になるのでね、縦画ね頑張ってください。できるだけ曲がったりとか、軸がぶれたりしないように頑張ってしっかりと書きましょう。で横が来て、この線も大事ですね。上から個性の尊重のこれで、これが細すぎてるがために、全体のバランスとして下がグラグラしてちょっと落ち着かない作品に見えるということも起きてくるので、この太さあと長さ大事かなと思います。これよりは短いですが、まあこれよりもちょっと短いかなってぐらいでしっかりと土台を作ってるという気持ちでしっかりと押さえて書いてあげると、とても落ち着きのある、ね、見てても安心して見てられる作品が書けるかなと思います。またご自身も最後の最後ぐーっと止めて書いてあげて、筆を離した時に多分あうまくいったかもっていうなんかこう感覚が必ず、分かるはずですし、感じることができると思うので、そういう感覚っていうのはね感じるととっても嬉しいので、ぜひね素敵な最後の締めまで、集中切らさずに書いていただけたらなというふうに思います。はい、中学1年生ですが、確か JQ さんの方は1年と書きますね。楷書で書きましょう。で、ここにお名前もしっかりとね入れるスペースがありますね。でいきなり書くのではなく、こう見て、あ
どの辺に一を入れて、年を入れて、でご自身のお名前の字数もあると思います。でこの辺に苗字を入れて、名前がこう、あ、で個性の尊重とのバランスどうかな、うん、統一感があっていいかもしれないって、思われたら、一つ一つの線集中して一生懸命書いてあげましょう。あとこう書くときね、机の上でこう書くわけではないので、こう床に座って、ね、畳の上なのか床なのか分かりませんが、座ってこう書かれると思うので、しっかり土台、足とかの土台ですね、グラ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 した状態で書かない。どっか気になったり、どっかこうちょっとグラグラと落ち着かない姿勢で書くと、せっかくいいところで曲がってしまったり、せっかくいいところでふーっとこう力が抜けてしまったりっていう、とってもねもったいないことになってしまうので、ぜひ一つ一つの字丁寧に集中して書いてあげましょう。でもちろん小さい字になっても、抑えるところは抑える、払うところは払う、ね、止めるところは止める、しっかりと一個一個丁寧に丁寧に書いてあげましょう。とっても素敵な、ご自身にとって素晴らしい作品が必ずできると思います。はい、そうですね、ぜひ頑張って書きましょう。あとね、たくさん書き込むっていうのはとってもいいことではあるんですが、ただ書くだけではなく、一つ一つの作品をね、一枚書いて、自分でちょっと遠目で見てみて、こう立ち上がって上から見るのでもよし、こうちょっとかけて遠目で見るのもよし、で見てみて、あ、ここがああだったから次こうしたいなとか、自分で気になったところとか、そこを踏まえてまた次 の、次一枚書くっていう風につなげていかれるといいと思います。ただやっぱり集中して一生懸命書くと腰にくるんですね。私は年齢があれなのかもしれないですけど、とにかくね腰にきます。なので本当時々こうぐーっと背伸びをしたり、ちょっと腰回したり、ちょっとねこうストレッチしながら気分変えて、肩を動かしたりね、気分変えながら、一つ一つに集中して書かれるといいかなと思います。ぜひ腰ね大事にされてください。はい、次回はこちら、個性の尊重の行書体を、やっていきたいと思います。